やっぱ峠は楽しいよ。いつき、前より上手くなってるよ。まだ怖いけどな。匠にそう言ってもらえるとすっげえ嬉しいよ。なんかもう一回走りたくなってきたな。あ、ねえねえ、君その車乗ってんの？もしよかったら一緒に走らない？おい、いつき、やめとけよ。大丈夫だって。 俺にちょっとだけこの車運転させてくれ。
無茶だよ。これは8号だぞ。サスだってスカスカだし、 LSD だってついてないし、だいたいあっちは MR2 だぞ。勝てっこないよ。あんたはどうするの？俺とバトルする気あるか？たくみ、本当の限界を今から見せてやるから。かなり上手いやつだ。抜けない相手じゃん。速い車だぜ。食いつけない。なしだったのに、やっぱすげえや。たくみ、気にすんなよ。俺も8号だったんだしさ。いや、車の差じゃない。この人はきっと速くなる。そんな予感がしたからバトルしようと思う。覚えておくよ、あんた。よ、MR2 の兄ちゃん、いい車乗ってんじゃねえか。
この妙義に来て走ってるってことは、俺たちナイトキッズ喧嘩売ってるのと同じだぜ。何ビビってんだよ。取って食いやしねえぜ。あるルールでバトルだけ。ただ車を走らせるだけじゃつまんねえから、片手をステアリングから離さないようにバトル。 FF 有利っていうのが常識なんだよ。ちなみにこのルールで負けたのは一度だけだ。あいつだけ。それでどうだい兄ちゃん、自慢の MR2 で限界バトル。かけてやるぜ。とんでもない食わせ者だぜ。なぜこれほどすごいテクニックを持ってんだ。とんでもない食わせ者だぞ。なぜこれほどすごいテクニックを持ってんだ。とんでもない食わせ者だ。なぜこれほどすごいテクニックを持ってんだ。このバカだ。俺のシビックはナイトピッツ下り最速だったろ。このルールで負けるなんて。もう一度来い。今度会った時は同じようにはいかねえからな。
おい、そこの MR2、 お前だよお前。ちょっと待てよ、うちのシンゴに勝ったそうだな。お前の技術を嬉しそうに褒めてるぜ。あいつが人を褒めるなんて、アキナの86以来だぞ。俺もお前に興味が出てきたぜ。お前の実力が本物か、俺が判断してやるよ。このナイトキッズの中里武史がな。確かにすごいな、お前。シンゴが負けたのもうなずけるぜ。だがまだアキナの86ほどじゃねえな。お前もヤツに挑戦するなら、ここで腕を磨いておくんだな。じゃあな。